長締めのスナイパー龍虎太郎でございます。8月の1日龍虎太郎バースデー舞踊会2022お稽古がやっと始まりました。今回古典舞踊吉原すずめ、それと第2部が早変わり舞踊ショーとなっておりますけど、今回はね、モンドリュウジさんが僕のために特別ゲストで出てくださっております。いっぱい踊ってくださっておりますので、これも楽しみの一つではありますけども、これからも頑張りますので、ぜひ応援してください。それではお稽古頑張ります。長締めのスナイパー足立勇気です。田代大吾です。どうも、どうも、こんにちは。ねえ、どうしたその格好。これ本番で ねこれを着てください。やばくないですか。いや超本人ね、これを着るんだよ。本気で私演出してますけど、これ着ろってあなたたち言いましたっけ。言いました、確実に。2人で見に来てくれたから。女優陣には僕言ったんだから、あなたたちが着るって言ってないと思う。女優陣は何でこんな格好してんの。ちょうどこれで身長が一緒になる。そうだよな、大きさが。そうこれがね、あの太郎さんの演出。これ着ろ、これ着ろって。あなたたちがこれ着るはずだったんだ。いや、着ます。あ、着るの。着る。なんか教祖さん。なんかこんなのおばあちゃん。ちょっとアップしてあげてください、教祖様の顔。この50万円の都合があるとやめましょう、やめましょう。まあでも、あのこんな感じでみんな楽しくやってますんで、豪華でぜひ楽しみにしててください。勉強してはい、します。今この汗見てくれる。すごい汗です。やばいでしょ、ほら。すごい汗です。びっちょびちょよ。この努力を分かって。近い頑張っております。
これでゆらゆらやる。ゆら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 。こっちに来て、こう持ってと言ってこっちに来て。そう。こっちにし。初めてやりました。本当だよね。不思議だよね。すごい、これこの衣装、はい、あれですか？え？今回の舞踊会のために。今回舞踊会のためにあの用意したというか、用意したというか、前々4年前ぐらいにこういう計画があって、はい、衣装用意してたんですよ。でもコロナになっちゃったんで、はい、でずっと倉庫に眠ってたんです。この衣装が。衣装が。でやっとお披露目できた。やっとお披露目できて、僕たちが着る予定だったんですよ。あ、実は実は知らなかった。いや、本当は大衆演劇祭りで使おうかなと思っていたやつだったんで、はい、で僕とウォンちゃんがこのカツラをかぶる予定だったんです、はい、あらば。そうだから予定だったんだけど、どうももうちの弟子たちが来ちゃったっていう。なるほど、じゃあ初おろししたわけですね。初おろしさせちゃった。させちゃったんです。そうなんです。なんかね、タイのさ、あのよくほら仏像あるじゃないですか。はいはい。なんかそんな感じですよ。これでもジュリオングさんになった気持ち。そうですそうです、タイだよ、ね。昔のなんか、ザ・ピーナッツっぽくない？なるほどね。ザ・ピーナッツさんっぽいじゃん。その年代の方々。そう、追いかけて、ね、追いかけて。今や阿佐ヶ谷姉妹。ね、そっか、阿佐ヶ谷姉妹ですけどね、今の時代でいけばそうだね、ね、阿佐ヶ谷姉妹のお二人に着せたいぐらいの、ね、着せたいですね、ね、今度阿佐ヶ谷姉妹さん来ませんか本当にオファーが来た、できたらどうしようそれではゆうこ太郎のチャンネル登録、高評価、コメントもいただけると嬉しいです。門戸隆二さんでした。りゅうこ太郎でした。さよなら。